はい、家に戻ってきました。今ね、冒頭見てもらった4分間ぐらいの動画なんですけど、これね、今日はサインをね、いただく旅ということで、チェンジマンの泉さんとフラッシュマンの石渡さん、このね、お二人の方にサインもらってる動画を見ていただきました。でね、これからね、そこでもらってきたサインをお見せしながら、当日のね、どんなことあったっていう感想を喋りたいと思ってます。はい、よろしくお願いします。でね、まずこれ今見てもらってるのが、これまずね、石渡さんからいただいたサインなんです。サインとね、これ絵、この絵はね、実際に石渡さんが描かれたということで、これファンの皆さんに配ってる、お配りしてるみたいです。ほんと上手ですよね、これ。これをね、フラッシュマンのファンだっていうふうに言うと、おそらくいただけるボロだと思います。はい、ほんと上手です。これがね、まず1枚。一応ね、自分でもね、サインいただきたくて、何枚かね、持って行ったんですけど、もらいたいものをね、写真とか、おもちゃの切れ端とかね、色紙とかね、持って行ったんですけど、でね、まずね、パン屋さん見てもらったと思う、その感想なんですけど、ほんとね、とってもね、美味しくて、まあ、一つ一つね、西畑さんの方がね、一個一個の説明してくれるんですね。このパンはどういうパンだということで。結構ね、ほんとね、ほんとに丁寧に話してくださるんで、ほんと、どれもね、買いたくなっちゃうような感じなんですけど。でね、あとね、実際に買ったパンは、家帰ってからどうやって食べた方が美味しいよとかっていうね、電子レンジで温めてから、まあ、トーストしたりというような話もしていただけて、ほんとにね、パンについてすごい熱意を持ってるみたいで。でね、このパンはですね、昆布の、仕事もなんかしてる、製造の仕事もしてるみたいで、昆布をね、パン生地かなんかにね、昆布の出汁、それをなんか一緒に練り込んで作ってるっぽいんですね。本当にそれのおかげかなんかすごい美味しいんですよね。まあ、珍しい、なんかオリジナルのパンっていう感じですね。本当に美味しいです。でね、そうですね、パンはまあそんな感じで。で、これ、このサインね、ちょっと100均で買ってきたんですけど、これ、A4 のファイル。一応これ A4 サイズなんで、まあ皆さんもね、いただいた分買われて、こんな風にして入れるのがいいと思いますね。はい。でね、次、他にもらったサインですね。まず、これ。はい、こちら。こちらはね、ブルーフラッシュ。これ、ね、写真、これ自分で印刷して、まあこれ、にサインいただきました。こんな感じで。で、次は、これ。おもちゃ大検証。これね、見ていただいた方もいるかと思うんですけど、スーパーフェスティバルのね、まあ、動画、それのね、後編の方で出してる、このスーパー戦隊の昔の、まあ、テレビくんとかそういうののね、それの付録、そこで出てきた動画、これ、付録の一部で、まあ、そこにね、ご参加いただきました。こんな感じで。これ、最高っすね。で、あと、普通に、色紙にもサインいただきました。ほんとね、前日にもどれにね、サインいただこうかなってめっちゃ悩んでたんですけど、まあ、結局ね、全部持ってって、悩んでるんですよって言ったら、普通に全部書いていただくような形になっちゃいました。ほんとね、もう最高でした。あと、ほんとね、優しかったエピソードも、これ、ほんとすごい優しくていい方だなと思ったんですけど、だからパン買った後に、トイメンにイートインスペースがあって、そこね、イートインスペースで買ったものを食べようと思って座ったんですよね。そしたら話しかけてくださって、飲み物とか持ってんのみたいな。そんでね、飲み物はなんか近くの自動販売機とかなんか飲み物売ってるところに売ってるんだよって、わざわざそっちまで見に行ってくださって、それでまたこっちに、あっちに売ってるよって教えてくださったんですよね。ほんとね、そこまでね、してくださる、本当に優しい方で、まあファンなんです。普通に最初からファンなんですけど、ますますね、ファンになっちゃうような感じです。本当にね、いい方なんで、でパンもすごく美味しいし、もうぜひ行ってもらいたいですね。本当に最高でした。でね、あとこれかな。この写真、これはね、一応、これも100均で買ったんですけど、これに、英語のね、ケース、これに入れようと思ったら、ちょっとね、入れてみます。これもね、入るんで、こうね、あ、そうか、こうしてみますね。こういう風にしてね、入れて保存したいと思います。これも一緒に入れちゃうかな。
別々にしようかと思ったんですけど、まあこんな感じで、ね、入れて保存したいと思います。一応ね、一応自分あのサインをいっぱい集めてて、まあ、ハリウッドのサインだったり、まあ、野球のサインだったり、野球選手の。でね、ここ開いてるんじゃないですか、こうやって。ここね、マスキングテープで貼るっていうのを、まあ、サインコレクターのそういう方に教えてもらって、ここね、いつもね、あのマスキングテープで貼ってます、はい。ちょっと自分の動画いくつか見れば全部貼ってると思うんですけど、そんな感じですね。あとね、この、色紙、まあ、最近見つけたんですけど、色紙のケースっていうのが100均塗ってて、こういうの、これ、大切なサインみたいな。で、実際にね、ちょっとこう名前書っちゃってるんですが、あれなんですけど、どんな風に入れるかっていうとね、こういう感じで、これあの、この間スーフェイスでもらった機械団の方のサインなんですけど、こういう風にね、入れられるんですよ、一つ一つ。これもね、100均に売ってるんで、ぜひね、あの、色紙集めてる方、行ってみてください。一応これ、ミーツっていう100均で買ったんですけど、ここになんかフックも付いてるんで、まあ、飾りたい方いればね、ここになんかこうして壁に飾るとか、そういうのもできます。めっちゃこれ 100円なんでね、自分は全部一応防湿庫に入れちゃうんですけど、はい。まあ、これ、まあこんな感じですね。で、次は、あの、ちょっと一旦フラッシュマンちょっと片付けて、ね、こんな感じで。これやばいっすね、普通に。これがちょっと一番やばい。一応さっきの動画でも言ったんですけど、書き込みで書いたんですけど、テロップでね。一応あの、今は、あの、パン屋は、その、日本橋の三越で、なんか祭事みたいな、パンフェアみたいなので、出店されてるみたいで、以前、あの、先週とかは、なんか違うところでやってたみたいで、なんかそういった、なんか祭事に何個か、あの、ちょっと出てるみたいなんですよね。これ、まあ、これからも多分出られると思うんですけど、なのでね、まあ、この動画は、まあ、今日1月22日に出るんかな。で、一応24日までやってるみたいなんで、見て、まあ、行かれる方はね、行ってみたらいいんですけど、それ、もし行かれなくても、なんか、多分ね、次もおそらく、いろんなイベントに多分出られると思うんで、一応、石渡さんのね、ツイッターとか見てれば、次どれ出るよ、みたいなことも、書かれてます。それ見てね、行ってみたら、ね、いいと思います。すごくね、楽しいし、お話も楽しいし、パンも美味しいんで、最高な時間を過ごせると間違いなし。で、次はですね、先ほどの店は、天丸チェンジマンとね、10レンジャーの泉さんのお店なんですけど、これね、これ、ウルア英語で、東京駅の、丸の内口から出て、まあ、地下から繋がってみたみたいなんですけど、自分はね、一回外出ちゃったんで、丸の内、なんかビルディングっていうのに入ってるんですね。新丸の内ビルディングと丸の内ビルディング、二つあるんですけど、ま、外出たら、右の方が新で、左が丸の内ビルなんですね。左の方の、普通の丸の内ビルの6階に、このお店、天ぷら屋さんなんですけど、あります。はい。で、そこでね、サインもらってきましたんで、いただいてきましたんで、はい。これ。まず一つ目はこれ。チェンジマンのこれ。昔のね、アイドルセット。これをね、この間のスーフェイスで買ったんですけど、ね、動画出しちゃったな、これ。これのね、出してないね。購入品は出してないんですね、まだ、ね。すいません。ここにサインいただきました。チェンジマン。自分は、チェンジパンね。さっき、石渡さんのパン屋さんでも言われたんですけど、オンタイムで見てないよね、みたいなことをね、やっぱ見てみた。確かに、見てないんですけど、生まれてないんでね。まあ、チェンジパンもそうなんですけど、まあね、関係ないですよね。普通、でもね、そういう風にオンタイムで見てなくてファンだね、みたいな。最初にそういう風になんかフランクな感じで話してくださって、なんか話しやすい雰囲気を作ってくださるみたいな、そういうね、本当に、まあ、石渡さんは優しい人でしたね。あ、すみません、ちょっと脱線しましたけど。で、今度こっちはね、すみません、泉さんの方で。でも、まだね、サインもらってます。よいしょ。次はこれ。これね、はい。10レンジャーですね。ぐらい。最高っすね。これもね、一応自分で印刷していったんで、はい。ほんとね、どれにもらおうかなと思って、でも結局全部持ってっちゃって、またこれ、色紙もね、書いてもらっていただきました。めちゃくちゃ優しい方でした。自分は
天丼持ってきてくださって、まあ、帰る直前にですね、あの机の方でサイン書いてもらいました。皆さんちょっとどうかわかんないですけど、自分はね机でサインいただきまして、それでサインもらった後に会計済まして、その後にですね、あのお店の前で写真を撮ってくださって、本当ね優しい方でしたね。お話もしてくださいましたし、あの普通にね何枚も写真撮ってくれました。でね、また来てねみたいな会話をして、でまたね、あの本当ね天丼自体もすごく美味しいんで、あのまた行きたいと思います。そうですね、で以上がねこのサインお見せするようなね、ちょっとじゃああれかな、あのこの色紙ケースにちょっと入れてみますね。さっきこんなんなんですけどね、こうなっててこんな感じで、これめっちゃいいっすよ。こんな感じで入れますね、こういう感じで大事にね、こんな感じになるんで、これめっちゃいいっすね、はい、でね以上がね、あの今回のあのサインをねいただいて美味しいものを食べるっていう動画でした。でね、あの今回もね最後までご覧いただきましてありがとうございます。今後もねあの動画あのいろいろ出していきますので、フィギュアだったりね、まあ、こういうサインもらいに行くっていうのも、まあ、あと何個かの行きたいのあるんで、まあ、ちょっと行って動画出すかもわかんないので、そちらもねもし出たらご覧ください。でね、この後ちょっとだけですけど、あと写真をお見せするんで、そちらもねご覧いただければと思います。で本日はありがとうございました。バイバーイ。